こんにちは。こんにちは。Bリーグ後半戦に向けてさらに愛知県の B リーグを盛り上げていこうということで、集まったのはこの愛知県に拠点を置く B1 リーグの3チームのホームコート MC でーす。ということで今日はね、僕のまあ事務所に来ていただいたんで、僕はちょっとホストという形でゲストをお迎えする形で、完全になんかもうアウェーです。もうすでに顔で負けてるっていう。いやもうね、感じ、サーエンさんちょっとずるいっすよね。エジから強いくんだなっていう。ありますね。いろんなとこで、ね、勝負していきたいんだよな。あとはビジュアル的にもね。ビジュアル的にも、ね、はい、なるほどなるほど。盛り上げなきゃいけないね、もう今チームうちも本当に。そういうことですね。頑張った。よろしくお願いします。今日はね、でもいきなりこうフリートークっていうのもなかなか難しいと思って、うん、実はスタッフがですね、お質問を用意してくれました。あ、そうなんですか。これに対して僕らは答えていく、まあ、フリップにこう答えを、あ、いいですね、その上で、はい、そこから話を広げていこうっていうね。まずはこの質問箱、はい、これ怖いな、何来るか。最初のガチですよ、これガチ。じゃじゃん。個人的にね、個人的にそれぞれのホームコート MC が、はい、絶対に負けてほしくないチームはどこ。いきなり角が立ってやつやめるな、ここか。もうなぜ名指しをさせるんですか。個人的に絶対に負けてほしくないし、なんか好きな食べ物はとかあるでしょ。聞きたかねえわ、逆にそんなの聞きたかねえわ。なんで僕らの好きな食べ物ね。ねえ、スパイ行きましょう。せーの、ドン。あー、ロレックス、アルバルク、アルバルク、シホスミカ。僕あの行ってもね、ちょっとお前さんと地元がね、これね、不思議な話なんですね。そうそう、さっきもね、話したんですけど。どこですか。僕、地元が三河なんで、岡崎なんですよ。おお。で、僕出身豊川なんですよ。おお。これよく言われるんですね。これそう、僕もよく言われるので、これはね、やっぱりもう豊川で今このね、東三河のこのホーム MC やらせていただいている以上は、はい、もうこれはもう小林さんに負けられないだろうと。あー、そういう思いで、ね、なんかシーボスミカって書いてますけど、もうどちらかというともう小林さんに負けないように頑張ろうっていう意気込みというか。もう B リーグ始まる前 NBL、 もう一個前の JBL っていう時から、僕はもうその頃からシーホースのホームコート MC させてもらってるんですけど、やっぱ忘れられないのがね、その JBL のファイナルで残り6秒のところまで3点差で勝ってた第4クォーター、もうあとこの最後のディフェンス守りきれば勝利だっていうところで河村拓哉にやられる。今その河村拓哉選手がシーホースに来てくれて、今やシーホースの、まあ、中心選手として活躍してくれてる。この長年のいろんなこの思いっていうのが積み重なって、でさらに今ブレックスには長年シーホースを支えてくれた比江島選手がいる。この関係性がものすごい、僕は本当にいいライバルだと思ってて、だからこそあえて名前を出して負けたくないなっていう個人的な思いが強いっていうね、そんなチームですけど。はい、お願いします。読み上げてください。ホームアリーナの、うん、ここには負けないというアピールポイントを一つ教えてください。一つ、はい、一つです。せーの、ドロンドロンドロン。アウェーチームにウェルカムなところ。まあ、これやっぱり結構ツイッターとかでも他のチームでもよく言っていただいてるんですけど、アウェーチームが入場するときにモニターでね、うちちゃんと毎試合毎試合アウェーチーム の選手の映像を流してるんですよ。おで、選手の映像がどん1人ずつ映って、はい、ウェルカムって言って選手が入場で、この、アウェーの選手の入場するっていうのもやっぱこうチームとしてこう演出として見られるっていうのが、やっぱこうブースターと全てのチームの全体でこうお出迎えっていう姿勢が、やっぱこれもやっぱりうちのねチームの一番の強みかなというのは。相手がいないとできないことですからね。そうなんです。そこはやっぱりリスペクトっていうのは。そうですね。ちょっといいですか。うちもマッチデープログラムっていう、はい、あります、ね、はいはいはい、はい、作ってて、でそこに相手チームの選手、うん、写真、そして
プロフィールなんかも結構割とこうデカデカと載せてて、で一問できます何でもないっすこのレッドルってものを皆さんにちょっと説明を。レッドル、レッドルというキャラクターがいて、はい、応援団長的な公式マスコットではないんですけど、割と機敏な動きをするわけですよ。選手入場の前にスタンドからバク転して、それをカメラがドーンって抜いてギューンと入って選手入場っていうのがあるんです。派手な演出だね。もうでお出迎えでハイタッチすれば最後はお見送り。一日の消費カロリーが半端ない。これで言ったらタツオ負けてないからね、うちで。あー、なるほど。タツオも、タツオは体育4じゃないですか。うち5なんですよまあまあまあ、動ける範囲も違うしね。そうなんですね。本当に、なんで、で、これはしかもこの消費カロリーっていうのは何のためか、お出迎えにつながるんですね。うるせえな。なんかちょっと仲間強引で。いや、誰のために燃やしてるか。このカロリー、皆さんのためですよ。うるせえな。皆さんのお出迎えですよね、これね。これ、緊張するな、本当。いきますね。もしも、自分が女性ならどの選手を彼氏もしくは旦那さんにしたいですか。これは自分のチームより選手ということ。バスケとはまた別ですからね。これちょっとそういう目で見たことなかった見ることないだろうね、まあ、見てたら逆にちょっと見たいですよすごいね、こうやって女子は迷うんだ、ね、そうね、なんか楽しいですね。見てください。ドン。なるほど。え、なるほど、なるほど。国際婚ですね。なるほど。じゃあまず付き合うならなんですけど、まあいわゆるひょうきん者。へー。チームの空気作ってるのは確かにこの人です。あ、そうなんです。でもごめんなさい、結婚はできないんですね。付き合う、またこれ違うんですね、はい、そうなんです。で、結婚するな、結婚するならヒルトンがいいかな。これまたなんで、なんでですか。あのね、ヒルトンは一方でもう少しやっぱ落ち着いてるというか。落ち着いてるね、確かに。そうですね。あの兄貴はだからやっぱ JB がこうバーッと行くんですけど、うん、そこをちょっとこう一歩後ろで見ながらも、よし、まあ、役割的にもディフェンスの要的だと思う、ね、そういう、そうですね、プレーにもそれは出てるかもしれないですね、うん、なんで、まあ、結婚するならヒルトンかな。そういうことかっていう。はい、ダクソさん。はい、僕はですね、彼氏にするなら川島選手。はい、結構プレー中はね、クールな感じなんですけど、うん、たまにこう出てくる笑顔、うん、笑顔に癒されたい、はいはい、まあ、女性目線ね、やっぱりボールをね、取られてしまっても、うん、大丈夫大丈夫っていう優しい笑顔、うん、ただ笑ってるだけじゃなくて、その笑顔の裏にしっかりとこの後どう動いていくかっていう、はい、意図が見えるのがやっぱちょっとこう大人のこう魅力というか、そう、ね、うん、なんでこう明るい中にもそういったしっかりしたところがあるっていうのが、うん、ちょっとやっぱこうなんかリードしてほしいなっていうのがあって、うん、結婚は、まあ、そこでまた癒しになるんですけど、はい、まあ、逆に今度は応援してあげたいっていうのがあって、支える側にもあるのね。支える側に今度あるんですよ。すごいね、めっちゃ入ってますね。めちゃくちゃ深いところまで考えたね。彼氏の時は川島選手に支えられ、うん、で失った辛さで支える側に回ろうと思いまして。なるほど。だいぶすげーリアルに考えてるわ。ねえ、ちょっとやめてもらっていいですか。この後大変ですね。そうですね。旦那って書いてるし。呼び方がね。旦那って似合わない、なんか。まあでも納得です、納得です。でも加藤キャプテンはもう本当にね、何よりも気遣いがすごい、細かいところまで気づいてくれる。例えばなんかそのスポンサーさん呼んでの懇親会とかあるじゃないですか、はい、ああいう時とかで誰かが一人になりそうな瞬間でも絶対スッと隣に行って何気なく会話を始めたりとか、すんごい見てるのよ。人間力高い、ね、ものすっごい細かいところまで見てて、はい、この人のこのコミュニケーション能力ってのはとんでもない。もうなんか表面的な誰かに気遣って話しかけるじゃなくて、普通に相手にも気を使わせない感じでスッと行ってなんかそこで飯食い出すとか、そういうところとかもね見てるから、だからそれはもちろんなんか結婚してもそれは多分すごく素晴らしいと思うんですけど、ここまたでなんでこっち川村選手にしたかっていうと、まあ子供が好き。もう自分の子はもちろんだけど、その会場に来てくれる子供たちがとにかく笑顔になってほしい。そこの子供に対するなんかもう情熱のかけ方、
で自分はバスケットをとにかく通じてみんなを夢を見させるんだっていう思いが強いから。本当ですか？それってすごくない？でもこの前あの嫌なところでスリーをうちの方で決めて、うちらの子供はみんな大丈夫。それはもう僕もずっとそれやられてきたから。めちゃめちゃこんなやってました。忘れもしないです。それがまたね素晴らしい。はい、ここはこういう答えですね。なるほど。えヘッドコーチに一回整えます。